はい、2763回始めます。5月18日ですね。4時17分、もう4時ぐらいに終わりたいって言ってたんだけど、途中寝ちゃったからね寝ちゃったから遅れちゃった。産経新聞から今あの過疎地、ね、田舎の方で連続強盗、が起きてるっていうことでね、まあこれまでね強盗とかねそういったものっていうのは割と都会の方でねあの狙われることが多かったんだけど、都会の犯行が多かったんだけども、この過疎地が連続強盗の標的になってるっていうことでね、最近一人暮らしの高齢者が多い地区で必要な防犯対策はっていうこと、産経新聞に載ってます、栃木、群馬、長野3県警の合同捜査班は16日栃木県内で発生した強盗事件、被害者名義のキャッシュカードで現金を引き出そうとしたとして窃盗未遂の疑いで、ベトナム国籍の男2人を逮捕したってなってるっていうことですね。まあ今ね、なんか外国人のね、実習生っていうのかな、ベトナム人中心にね、ベトナム人一番多いね、技能実習生、ベトナム人とかね、まあ東南アジアの、まあどこでもいいですよ、インドネシア人とか入ってきてますね。私がいる高齢者施設の業界にもたくさん入ってきてますよ、あと多いのは建設関係とかね、あと農場関係とかね、多いみたいですね。あと工場でも、そういった技能実習生とかだいぶ入ってきてるみたいですけど、本当に多くなった。コンビニ行けばね、まあ、昔だったら東京はねほとんど外国人だったんだけど、最近ね私が住んでる宮城県の方でもね外国人だらけになってきましたよ、コンビニの店員ね。ということで本当に人手不足を埋めるような存在として、安い労働力として、あの技能実習生入ってきてるんだけども、まあ痛しかゆしっていうかね、そういう外国人入れればやっぱり犯罪も起きるしね、こうやって。で、犯罪のやっぱり傾向が違うよね、手口っていうか。やっぱりよくよく考えてみたら、強盗とか入るんなら、人目が多い都会より、今私がいるこの廃屋みたいな田舎、隣の家が50メートル離れてるとかね、隣の家まで100メートル離れてるとか、で誰が叫んでも、隣にまで聞こえないみたいな、こういうところで犯罪を犯した方が圧倒的に有利だよね、犯罪を犯す側は。バレにくいんだから、泣いても叫んでも隣の人とかいないんだから、聞こえないんだからっていう、そういうところで犯罪を犯した方が安全だよね、犯罪を犯す方は。あと田舎とか過疎地っていうと、家玄関ね、鍵かけてなかったりで、田舎の家って大きいからね、鍵開けるまでもなくね、いろんなサッシとかドアが開いてたりするからね、いろんなところ、出入り口いっぱいあるから田舎の家って、だから侵入するのも別に壊す必要もなく、工具使う必要もなく侵入できるし、で家の中、ね、探し回るのも、まあ、住んでる人が一人がおじいちゃん一人とかね、おばあちゃん一人とかいう世帯だから、もし大声出されても安心だしってことで、犯罪しやすいのは間違いないんだよね。だけど今までは、ね、日本人が、ね、しかいなかったから、こういったところ狙われなかったんだけど、今例えばベトナム国籍の男2人逮捕されてるけど、過疎地、ね、田舎の方もこういった窃盗のリスク高まってますよと、外国人が増えてることにつけて、まあそうは書いてないんだけど、この産経新聞には書いてないんだけど、私が勝手に喋ってみたっていうね、書いてある、人目につかない家屋が狙われたと見られるが、過疎地では就寝中でも玄関を無斡旋に鍵してないケースが多いと。あと過疎地は家屋と家屋の距離が離れている場合や、高齢者が一人暮らしをしているケースも多いと、これも私さっき言いましたね、いうことで、まあ防犯対策、通常の鍵クレセント錠に加え、補助の鍵をかけるのもつけるのも有効。あと外出時には家屋の中が無人だと察知されないようにカーテンやレースを閉めることも大切と。まあ田舎の家ね、人がいると、
いうことを示すようにあのカーテンとかで、ね、レースを閉めることも必要だと、いうことでね、やっぱりね、田舎の家狙われたらこれ、窃盗とかで狙われたらこれ、防ぎようがないからね、都会は結構ね、人目もつくし、犯罪も やりにくいっちゃやりにくいんですよ。カメラはあるしね、田舎の方、防犯カメラなんかも設置されてないし、家一軒一軒家が離れてるしね。で大体過疎地で、ね、一人暮らしの家庭が多いから、高齢者の。あの犯罪者としてもやりやすいんだよね。ということで私ね、この外国人が増えること、まあ過疎地狙う犯罪っていうのは外国人がほとんどとは言わないけど、やっぱりね、外国人って日本人と考え方違うから、バックグラウンド違うから、手口も変わってくるんだよね、犯罪のね、だから私ね、今の実習生をどんどん増やしてるっていうのもどうなんかなと思うよ。短期的に見たら助かるのかもしれないけど、長期的に見たら今のね、埼玉県川口市みたいな、あの蕨とかあの辺ね、みたいな形になってね、あそこ黒土人ばっかり増えてきちゃって本当大変みたいだけど、で今の北欧とかね、ドイツとか見りゃ分かるじゃないですか、出生率、生粋のドイツ人とかは出生率低いんだけども、その移民の人たちの出生率高くて、で今人口に占めるその移民の割合っていうのか、外国人の割合っていうのはまあ 10% とかね、それぐらいですよ、ドイツにしたってスウェーデン、ノルウェーとかね、そういったところオランダとかにしたって 10% ぐらいだとしても、もう予測としてその移民たちはバンバン子供産むから、地元のドイツ人なんていうのは出生率なんか日本と変わんないんだから、あんまりね、合計特殊出生率 1.2 とか 1.1 とかそんなですよ。もう移民の方々は 2.5 とか 2.7 とか3とか 3.5 とかバンバン子供増やすから、10年後20年後30年後人口構成見たら、もうドイツも北欧ももう人口の 20%30% は移民系になるって言われてますよね。アメリカメディアはもうはっきりするじゃないですか、あのトランプが怒るのも分かるよ、もうスペイン系あのヒスパニックばっかりなんだからアメリカ人、これからね、どんどん増えていって、ヒスパニックがマジョリティになるからね、あの国、これから、これはどうなんかと思うよ、私だから安易にね、あの外国人はそんなに入れない方がいいと思うけどね、ほんとバカじゃないのかと思うよ、外国人労働力不足に使おうっていうのは、大丈夫ですかっていう考え方として、もうね、あの例がもうヨーロッパ見てわかるじゃないですか、なんで同じ説を踏むかなっていうね、まあまあまあ、ちょっとこのね過疎地で外国人犯罪窃盗起きましたっていう話から随分また話ぶっ飛んだんだけど、私はね、外国人は入れるべきじゃないと思うよっていうお話しました。はい、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。